こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、カート取得要因でですね、普通の人は気づいてない要因、最近会員さんから相談があって、カートが急に取れなくなったという会員さんのね、やってることと、それから対策をしてみたらカート取得率が上がったということで、分かった、新たな情報をお伝えします。まず、成約率が悪いとカート取得率が落ちるというのが、一つはっきりしました。これは以前もですね、売れない商品を乗っけとくとあんま良くないんじゃないかという気はしてたんですけど、まあ、実際はっきりとした効果は確認できてませんでした。まあ、ところがですね、この割合が多くなったとようで、自己発送の商品を載せてた方のカート取得率が極端に悪くなった。で、この自己発送の商品をね、下げていったら、カート取得率が復活していったというのがあります。これ、Amazon の、まあ、システム的にですね、当然1000商品、登録してるのと、3万商品登録してるんだと、まあ、3万商品登録してる方が、システムに負担をかけてます。だからね、売れない商品を載せておくというのは、Amazon の方も嫌ってきたと。逆に、Amazon がシステムに負担がかかるから嫌ったのか、あるいは、たくさん出品してて成約率の悪い出品者の、売った商品を買った購入者の満足度が低いからか、トラブルが多いからか。まあ、何しろ、どうしてかというのは、いくつかあって、これは仮定の域を出ませんけど、まあ、事実として、たくさん出品してる人は出品物を絞ったらカート取得率上がったということがありますんでね。出品率が、悪いと、カート取得率は下がってしまいます。だから、売れない商品出しとくのはやめた方がいいと。ね。リスティングをクローズにしてください。それから FBA でもね、補充ができないなという商品は、自己発送でとりあえず載しとくということをやってる人も結構いらっしゃると思いますけど、まあ、それもやめといた方がいいです。次に、自己発送と FBA ね、今まではもう自己発送はライバルじゃなかったんですけど、自己発送でも、事故がなければ、FBA の評価と同じになりました。これ例を言うとですね、今までは FBA はこの発送に関して100ポイントと、で自己発送はね、何の事故がなくても80ポイントと、ちょっと下だったんですけど、これ自己発送でも、問題なければ100ポイントになりました。出品数が多くて、特段問題もなく取引しているであろうと推測される出品者の商品。まあ、これをですね、FBA で、ぶつけていっても、同じ値段でもカートは取れないという事例が出てきました。と同時にですね、先月の末に、自己発送は必ず発送通知で追跡番号を入れろというのが出てきました。それと、もしトラブルが起こった場合も、トラブルをきちんと解決して、購入者が満足してるんであれば、それはマイナスしないという2つの通達が出ました。この2つから言えることはですね、きちんと追跡番号を送って、万が一事故があった場合も、返金なり、あるいは交換の品を送るなりを自分でして、購入者の不満がなければ、まあ、それは事故がなかったということで扱ってもらえるということになりました。そういうわけでですね、これ、ますます、まあ、今までのやり方も、とりあえず出品して売れたものを補充というやり方だったんですけど、これをますます徹底してください。FBA がいないからね、売れてないけど3つ買っちゃうとか、10個買っちゃうとかやるとですね、FBA はいないけど、自己発送で強い出品者がいて、FBA で入れてもカートは取れないということがね、起こり得ます。今は、自己発送のマイナス分を、なくしてると。これはね、結局、Amazon というのはどうやれば、利益が最大化するかということを考えてシステムで管理してますんで、自己発送でも顧客を満足させられる出品者は満足させていると。で、FBA でも、全然売れない商品をただ積んでいてですね、売れる商品を補充できてない人もいると。この2つを比べてみたらね、ただ FBA を使ってるというより、事故がなくて経験もあれば自己発送でもいいだろうと。いうふうに Amazon のシステムが変わってきてます。まあ、私が常々言ってる、とりあえず出品して、で、まず1つ出品して、売れたら3つ補充すると。で、さらに売れたら10個、または1ヶ月分補充するというやり方をしてればですね、売れる商品を補充してるわけですから、強いライバルはいないと。
で、少しずつやってるんでね、強いライバルがいない商品も、最大損失は1個で済むと。で、次に3個としてますんでね、急に値下がりしてもね、そんなダメージを受けないということでね、結構ね、自分で言うのもなんですけど、これ今までのサポートとか経験でですね、リスクを最小限にして利益を多くする方法でサポートしてます。この通りやっていけばですね、やっぱ痛手は少ないんで、今後、ますます、カート取得の変更があったというのも含めてですね、まずは1個で試す。売れたら必ず補充を素早くするというのを徹底してください。またね、カート最近すれば取れてないなとか、あるいはその、カート取るようなアカウントってどう作るんだというようなね、ご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。お待ちしています。カート取得のね、要件変わっても、転売アカデミーのノウハウをそのまま実行してくださる方には、特段影響はないです。ただね、ちょっとね、はしょっちゃったり、あるいは自己流加えちゃってる方はね、これを、自己発想も強くなってきたというのを認識してないと、ドツボにはまっちゃうかもしれないんで、よくご注意ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。